BMW3 シリーズ BMW E36BMW E36 はドイツの自動車メーカー BMW が販売する乗用車3シリーズの第3世代モデルである。1990年から2000年まで生産された。ボディスタイルのバリエーションは以下の通りである。E36 では3シリーズ初となるハッチバックモデル3シリーズコンパクトが設定され。 ヨーロッパや日本を中心にヒットした。また、6速 MT や5速 AT および4気筒ディーゼルエンジンも E36 が初採用となった。スポーツバージョンの M3 は1992年に登場し、クーペのほかセダンコンバーチブルが追加された。エンジンは、先代 E30 型とは異なり、直列6気筒の S50 エンジンを搭載した。1998年には、 カードライバー誌のベスト10に選出された。1999年型 E36-328E スクーペ E36 では、ハッチバックを除く全モデルで Z1 で採用された Z アクスルを本格的に採用した。なおハッチバックに限り、先代 E30 のセミトレーディングアームサスペンションを引き続き採用する。当初は、 E30 の4気筒エンジンが引き続き搭載された。1993年に M42 変えて M43 ェシーエンジンが採用された。1996年には M42 が M44DOHC エンジンに置き換えられた。当初は M50 型エンジンが採用された。1993年に可変バルブ機構、バノスを組み込んだ。 M50TU 型となり、トルクが増大した。1994年には M52 型エンジンに変更され、325i に代わり 328i が追加されるとともに、下級グレードの 323i が追加された。1992年に追加された M3 は3.0リットルの S50 型エンジンを搭載した。1995年には、 排気量を3.2リットルにアップし、吸気側カムシャフトにバノスが追加された。電子スピードリミッター当初は M51 型直列6気筒ターボエンジンを搭載した325トン D のみが用意され、1993年にはインタークーラーを装備した325トン DS セダンが追加された。 1994年には M41 型直列4気筒ターボエンジンを搭載した318トン D とインタークーラーを装備した318トン DS が追加された。なお、ディーゼルモデルはアメリカでは販売されなかった。M3 クーペ E36 型 M3 は S50 と S52 の直列6気筒エンジンを搭載し、クーペ、セガン、コンバーチブルが生産された。 1998年型 BMW316i ハッチバック E36 では3ドアハッチバックの3シリーズコンパクトが新たに登場した。2002年型 BMW Z3 3.0iE36 プラットフォームの改定版は E36-7 と命名され、1996年から2002年の Z3 ロードスターに使用された。 Z3 クーペの改良型は E36-8 として設計された。328i ツーリング内装ツーリングバウアコンバーチブル BMW E36-3 シリーズは完全な区分車として輸入された。人気のあるモデルには 316i コンパクトサンドアと 318i サルーンが含まれている。BMW は フルラインアップが ABS ブレーキとドライバーサイドエアバッグを装備していることを宣伝した。1995年から1999年の間にタイのマーケットラインナップには184馬力を発揮する M52 エンジンの2.4リットルバージョンが含まれていた。インドネシアには 318i、320i、323i モデルのみが導入され、 323i と 320i の限定版も存在した。これらのモデルは、それぞれのドアトリムに木製パネルが取り付けられた。1995年から1998年のシングルチューニングカラーモデルが導入されると、この部分は単色のオーナメントで覆われた。マレーシアでは 318i、325i、328i モデルのみが導入された。 1994年から1998年まで販売された 316i の南アフリカ版は 1796cc のエンジンを搭載していたが、316i のバッジが取り付けられた。右ハンドル車であること以外は、その他の国に導入された 316i 相当、グレードと同一である。クーペ形式の 318i のスポーツバージョンは、 M3 のより安価な代替品とみなされた。このモデルは、ハイパワーエンジン、エンテックバンパー、スカート、16インチのアルミホイール、リアスポイラー、スポーティーなインテリアが装備された。また、リミテッドスリップディファレンシャルのオプションも存在した。1993年後半から1994年初頭に、かけて E36 型 M3 の米国市場における需要を、 強化するため、325イズを M3 相当にカスタマイズした M テクニックを150台生産した。ボディ周りはすべて M3 仕様のパーツが装備され、ボディカラーは BMW アルピナホワイト3のみの設定であった。その他、BBS 製モータースポーツホイール、M テックサスペンション、LSD も装備していた。 オプションで M3 仕様のリアスポイラーとステンレス製マフラーを選択することも可能だった。1995年のイギリスツーリングカー選手権に出場したマシン。オーストラリアのバサーストにあるマウントパノラマサーキットで行われた1997年の AMP バサースト戦にジェフ・ブラバムと弟のデビット・ブラバムがカル 320i が出場した。 1998年のニュルブルクリンク24時間レースでは 320D が他社よりも少ないピットストップで周回を重ね初となるディーゼルエンジン車での優勝を飾った。ありがとうございます。